五条原で蜀軍を完膚なきまでに打ち破り、曹丕はついに天下を平定した。長く続いた乱世もこれで終わると誰もが安堵したのもつかの間、辺境征伐に赴いていた曹丕のもとに情報が届けられる。それは謀反の知らせであった。呂水の芝居が兵を挙げ巨都を制圧したというのだ。腹心の裏切りという事態にも動じず、曹丕は冷徹に馬首を巡らす。まるで全てを予期していたように。これでよかったのでしょうか。ふん、試してみたまでよ。曹丕が語る時代は本物か。その時代への道を作る資格があるのか。曹丕よ、天下を取り戻してみよ。芝居がなぜ、わけがわからぬ。月にせよか。父、その挑発呪う。天下を時代へ導くのは私か中達か、見ているがいい。曹丕、貴様の覚悟見せてもらおう。正門を封鎖しろ。正門を封鎖、西から来い。面白い、この誘いに乗ってやる。承知で軍を進めるか。そう来なくてもな。私が制した。
党など片腹痛いわ。この間な、興味の練習を盛大に出迎えてやる。敵将、私が討ち取る。そうそう、ならば私の力で天下の時代へと導く。主、この乱は時代が進むならば私もここで引くわけだ。敵将、私が討ち取る。我が陣営も手が上がりましょう。行くぞ。今こそ鉄の拠点を叩く。この拠点私が制止。この程度で参られてさらに畳みかけよ。この内乱、直感最高のまたとない好機。全軍を挙げて曹丕を討つのです。諸君の残党を呼び込むとは手の込んだ。曹信、相手をしてやれ。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。味方はいねえぞ。しかし、打ってよりやるじゃねえか。敵将、私が撃つと。ちったが訓練してるみてえだな。全力で行くぞ。私が撃ち取私が制した。
我が陣営も姿勢が上がりましょう。師匠、もっとよりやるじゃねえか。私が撃ちた。私が撃ち取った。あなたを倒し、やる。再び戻します。そして死者に立ち向かう。を落として何だ。先の見えぬ時代にようやる。敵将、私が撃ち取った。私が撃ち取った。この時を待っていました。今こそ宗妃を倒し、孫悟を再び起こすのです。中達は五の連中とも通じている。ちょうどいい。まとめて相手をしてやろう。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。俺と勝負だ。ああ、俺の相手になったカオタ。敵将、私が撃ち取った。あなたを倒し、もう退陣します。貴様たち、単独大陸の敵に乱世の関わりをし、私の手を捨てる。された時代で己が才を生かすのに。奮起するぞ。
日にお会いしたときはこうはいきませんよ。敵将、私が討ち取った。中達が動いた。相応の礼をもって迎えてやる。敵将、私が討ち取った。私はその乱語と言う。様が描く時代を超えた敵将、私が討ち取った。私が討ち取った。してるみてえだな。敵将、私が討ち取った。我が知略に感動だ。
敵将私が討つと。無理に打つと目が一度拠点待って体勢を整える。敵将私が討ち取って。中達決着はついた。おとなしく爆につける。我が前にひれ伏すがいい。時代への道見えたか。中達言ったはずだ。父が示した時代、そして私が目指す時代には有能なる者が必要だ。まったくこの親子は。バカ。